ちょっとそこの。しかしとんちゃうぞ。やるんかい。せれ。それじゃあ、はい。どうや。ええ。そうやな。恋愛面ですか？大丈夫です。恋愛の話しましょ。夜の世界に男と女の話はつきものですからね。逃げてばかりじゃいられません。はい。失恋って不思議ですよね。自分では忘れてるつもりでも、ふとした時に全部思い出しちゃうもん。そうですね。自分でもなんであんな人のこと忘れられないのか、未だにわからないです。ごめんなさい。暗くなっちゃいましたよね。心配してくれてありがとうございます。そうや、好きなタイプですか？わがままな男の人が好きかもしれないです。え？はい。こんなわがままな男の人の相手、私以外の女には務まらない。私がこの人を愛してあげないとって思っちゃうんです。おかしいですかね。正直言うと私もよく分かってないんです。でも好きになっちゃうんですよね、わがままな人。そうか。いいですよ。
わがまま言ってみてください。それじゃあ、やめさせていただきます。いや、わかってますよ。ちょっとからかってみただけです。面白い人ですね、真島さんって。それじゃあ、私自身は恋愛してでもそうでなくてもあんまり変化がないと思いますけど。え？ただ相手中心の生活になっちゃうかも。髪型も服装も生活スタイルも料理の味付けも、好きな人を喜ばせるためなら全部彼好みに合わせちゃうかも。ちょい待てよ。不幸な恋愛体質？そうですよね。やっぱり私って幸せな恋愛ができないタイプですよね。そうやな。え？でも好きな人が自分の好みのタイプに近づいてくれたら嬉しくないですか？真島さんって素敵なこと言いますよね。え？そういうところとっても好きですよ。ん？それじゃあ、正直言って元気じゃないです。とりあえず今は気持ちの整理をしています。自分の気持ちがよくわからなくて。迷ってばかりですね、私。でした。私の特技でしたね、道に迷うの。ああ、真島さん、はい、ありがとうございます。それじゃあ、はい、どうや。ええ、
それじゃあ、私、真島さんに質問があるんですけど、聞いてもいいですか？ん？いいんですか？じゃあ、ついでだし、日頃気になってたこと、いろいろ質問してみようかな。そうですか。じゃあ、真島さんって、どういう女の人が好きですか？そうやな。明るくて元気な愛さんみたいな人ですかね。なあ。そうですね。女の私から見ても愛さんは魅力的だと思います。なるほど。そうや、なんとなく気になってただけです。それだけです。そうですね。私、真島さんに聞いてみたいことたくさんあったんですけど、いざ何でも聞いてもいいよって言われたら、何を聞いたらいいのかど忘れしちゃいました。え、真島さんもど忘れの失敗経験あるんですか？確かに私もよくあります。石鹸に洗剤、ティッシュなんかもそうですね。日頃よく使う日用品だと特に忘れちゃいます。ああ、はい、私たちド忘れコンビですね。真島さんに聞きたいことを思い出しました。ん？真島さんってその結婚してるんですか？え？全然想像つかないです。そうか。ですか。そのことがずっと気になってたんですよ。もちろんです。それじゃあ結婚の話が出たからついでに聞きたいんですけど、真島さんって結婚願望ってありますか？そうやな。男の人って結婚したら自由にお金が使えなくなるから、結婚したがらない人が多いって思ってました。え？私、真島さんならいつか幸せな結婚生活を築けると思います。
野島さん。はい。真島さんは私のことをどう思ってますか？え？ずっと聞きたかったんです。答えてくれますか？そうやな。大事ってどういう？え？真島さん、そこまで私のことを思ってくれてたんですね。嬉しい。はい。でも女の子にどっしり構えてるなんて表現失礼ですよ。いや、わかってますよ。冗談です。疲れ。それじゃあ、はい。どうや。ええ。そういや。私は大阪生まれの大阪育ちです。ふん。ええ、前の店で働く前、私とある高級クラブで働いてたんですけど、その時に標準語で話せって指示を受けました。なるほどな。このお店ではそういう方針もないし、関西弁で喋ってみてもいいかな。そんなすぐ喋れって言われても困ります。まあ、しつこいと怒りますよ。そういや、私、当時そのクラブのオーナーに一目惚れしてしまって、その人に少しでも近づきたくて夜の世界に飛び込んだんです。ほう。オーナーが別の女と結婚してしまいまして、見事玉砕しちゃいました。
それで悲しんでるところを前のオーナーにヘッドハンティングされて働くことになりました。はい、私今が一番楽しいです。ん？そうや、そうですね、この仕事の延長線ではないんですけど、なりたいものならあります。ん？はい、私お嫁さんになりたいんです。なるほどな。私がお嫁さんになりたいなんていうのおかしいですか？いや、私幸せな結婚生活に憧れているんです。いつか素敵な人と素敵な恋愛をして素敵な家庭を築けたらなって。な、今は私のことだけをしっかりと愛してくれる人ならそれでいいです。それが一番難しいんですよ、真島さん。なるほどな。そうだといいんですけど、仕事以外で男の人と知り合う機会もないし。素敵なお客様はモテますからね。こういったお店に来る人は特に。他にも火遊びをしている方がほとんどです。確かにお店の人もありですね。ボーイさんに、あとは支配人とか。ちょい待てよ。そうです、真島さんも素敵な男性ですからね。まったく。どうでしょうね。お疲れ。
それじゃあ、はい、どうや、ええ、そういや、女の子はみんないい人たちばかりですし、のびのびと働かせてもらってます。女の子の教育が行き届いてますもんね。支配人が女の子の接客練習するお店なんてどこ探しても他にはないと思いますよ。そうやな。真島さんの仕事を楽しむ姿勢、私が前に働いてたお店にはなかったです。とっても羨ましいです。ただ私以外の女の子とはあんまり話してほしくないですけど、仕事ですものね。ん？いや、なんでもないですよ。私、最近楽しいんです。毎日このお店に出勤するのが楽しみで仕方がないんです。あ、でも楽しいだなんてダメですよね。お仕事でやってるんですから。楽しんでるだけだといけませんね。すいません。
いや。確かに、そうですね。私が毎日楽しいのは、真島さんと会えるからかもしれません。私が前にいたキャバクラのオーナーとは全く違いますね。そうか。とても優しい人だと思います。ちょい待てよ。それはそうですけど、真島さん意地悪です。ん？もう教えてあげません。真島さん、私今迷ってることがあるんです。私このお店辞めたいように見えました？うん。私こんな素敵な職場簡単には辞めませんよ。そっか、真島さんは私が辞めたら悲しんでくれるんですね。おいおい、真島さん。それじゃあ、今はまだ秘密です。いつか言えればいいんですけど。ん？お疲れ。
それじゃあ、はい。そういや、ビデオに録画して貯めておいたドラマ見てることが多いかな。今月曜の9時からやってるドラマがすっごいの。ほう、そうなの。ちょっと奮発しちゃった。今は10万円切ってるのもあるんだよ。録画予約って機能がついててすっごく便利なんだ。そうそう、貯金も大事だけど、たまにはパーッと使わないと。人生一度きりだからね。そうやな。いいじゃん、買っちゃえ買っちゃえ。マンションとか買っちゃえ。いや、あれ、マンション買って私にプレゼントしてくれる約束してなかったっけ。ん？冗談だよ、コロー君面白いな。主人公はすごく仕事のできる女性なの。年は20代前半で、友達も多くて、週末はいっつも仲間とホームパーティーしてるんだ。ほう。でもある日、主人公の上司が新しい人になってね。その人が厳しい男の人なんだけど、主人公は彼のことが好きになってくの。はい。
だって本当にその通りなんだもん。ドラマでも声は突然落ちるものって言ってたよ。そうか。私も恋愛なんてよくわかんないよね。一緒一緒。そうやな。うむ、何でも教えて信じよう。何が知りたいのじゃ。私、話してる相手が嘘をついてるとき、なんとなくわかるんだ。これって特技だよね。え？嘘をついてるときって、目線とか表情とか、ちょっとした仕草とか、あと声のトーンとかね。普段と全然違うからすぐわかるよ。そんなの私以外の女の子でもわかると思うよ。男ってやましいことがあるとすぐ態度に出ちゃうからね。半端に気をつけたりなんかしたら、もっとわかりやすくなっちゃうかもよ。え？浮気しないのが一番です。すまん。そうやな。苦手なものか。花粉かな。そうなの。今はまだいいけど、これから春になっていくから目はかゆいし、鼻水はぐしゅぐしゅだし、憂鬱だよ。そうやな。わあ、本当？ボックスティッシュなんて持ち歩けないから助かるよ。ありがとう。鼻に優しいやつだと嬉しいな。なんかちょっとお高めの柔らかめのやつ。何回鼻を噛んでも鼻が痛くならないの。ほう。それじゃあ。はい。そうやな。そんなことないよ。恋愛経験なんて全然ないもんな。ほう。
感心してるところ申し訳ないですがね、五郎くん、これは営業トークじゃなくて本当に恋愛経験はないんだってば。タイプか、どういう人が好きかなんてわかんないな。五郎くん？五郎くんはね、わかんないな。いい人だけどね。おいおい。だってもし気を持たせたらかわいそうなんだもん。恋愛なんてしたことないからわかんないもん。なるほどな。え？そんなことないよ。付き合った人数はそこそこいるよ。え？付き合うイコール恋愛じゃないよ。付き合ったのも男の人から告白されて特に断る理由がなかったからだけで。五郎くんだから話すけど、私今まで生きてきて人を好きになったことないの。もしかして私っておかしいのかな。ああ、そうやな。なんか元気出たよ。五郎くんは優しいね。ん？ああ、私五郎くんみたいな優しい人好きになれたらよかったのにな。おいおい。しょうね。さっぱりわかりませんな。そうやな。それはさすがにないと思うな。私この仕事好きだもん。おばあちゃんになっても今の仕事やってたいな。いや、結婚したら仕事辞めろなんていう人とは私結婚しないもん。いいもん。結婚できなかったら一生ここで働くもん。おいおい。大好き。この仕事があるから今の私がいるんだもん。え？あ、今のやっぱりなし。聞かなかったことにしてくれないかな。なあ、すまん。ごめんなさい。お疲れ。
それじゃあ。はい。そうやな。そうやな。そうだね。高いシャンパン入れてくれたらもっと近づくかもしれないよ。そうやな。ちょい待てよ。それ面白そうだね。謎に包まれた男、五郎くんを丸裸にするチャンス。練習ついでにズバッと聞いてみちゃおう。じゃあ早速、何から聞こうかな。あ、そうだ、五郎くんって今好きな人いるのかな。このお店にいる子の中の誰かとか気になる、教えて。いや、またまた。なんだか五郎くんの声が慌てふためいてるように聞こえますぞ。おいおい、ないな。じゃあそういうことにしておきますか。まったく。意義あり。さっきのだってちゃんとした質問だと思います。はい。チェー、じゃあ次はどうしよっかな。そうだ、五郎くんは S? M? どっち?だって何でも質問していいって言ったんだよ。ちなみに私はどちらかといえば S かな。それじゃあ私たち F 曲同士反発し合っちゃうね。残念。だって五郎くんに何でも質問していい機会なんてめったにないんだもん。次は何聞いちゃおっかな。ひどいよ五郎くん、私ちゃんと質問してるよ。真剣な私のこの気持ち、どうして理解してくれないのかしら。はいはい、わかりましたよ。じゃあね、五郎くんはこの国の将来はどうなっていくと思う？え？どうだ、私の精一杯の真面目な質問だよ。
今景気が良くてノリに乗ってるこの国だけど、将来どこまですごくなっていくと思う？ほうほう、それはどうしてかね？どうかな。今どうしてこんなに景気がいいのか、五郎くんは知ってる？私はそうは思わないな。よくわからないけど、今のまま調子に乗ってたらいずれダメになる気がするな。なるほどな。この質問か。何にしよっかな。そっか、じゃあね。あ、そうだ、最近私胸が痛いんだけど、なんかの病気かな。何やと？なんかね、サンシャインに出勤しようとすると胸が痛くなるの。家に帰ったら治るんだけど、なんかの病気かな。ありがとう、コロー君。でも仕事が嫌になったとかじゃないからね。全然そんなんじゃないからね。あ、なんだろうこれ。また胸がキュッとなってきた。ありがとう、五郎くん。それじゃあ。はい。そうやな。ちょっとこの店暑いね。シャンパンとか飲みたくない？まったく。チェー、本当の接客っぽくやった方がもっといい練習になると思うんだけどな。喉も渇いてたし。おいおい、そういや、言わなきゃダメかな。そうやな。そうだね、五郎君になら本当の私
知っててもらいたいかも。そうか。私ね、学生時代どこにでもいるような平凡で地味で冴えない女の子だったんだ。クラスでも目立つ方じゃないし、成績も中の下、男子には見向きもされない、本当に冴えない子だったの。昔の私にだって今の私がこんな風になってるなんて想像すらできなかったもん。でもね、そんな私をクラブムーンの月山さんが見つけてくれた。いい素材だ、キャバクラで働いてみないかって。最初はね、私には無理って思った。だけど私変わりたかったの。冴えない自分から抜け出したかったんだ。それからはキャバクラで働きながら、立ち方、服の選び方、お化粧の仕方、話し方、笑顔の作り方、日々研究していったの。気づいたら私、クラブムーンでナンバーワンの女の子になってた。あの冴えなかった私がだよ。キャバクラっていう世界が私の人生を変えてくれたの。それが私がキャバクラで働く理由。キャバクラで働くことが私の人生そのものなんだ。こんなこと人に話したの私初めてだよ。なんだか照れくさいね。私、五郎くんみたいな人と会ったの初めてかもしれないよ。え？不思議同士、お揃いだね。そうやな。私個人の夢じゃないんだけど、キャバクラって仕事がもっともっと社会に認められるようにしたいな。ん？この仕事って世間の人たちから見ると、お酒飲んで男の人の相手して遊びながらお金稼いでるように見えるんだって。そんなことないのにね。キャバクラで働いてる女の子はみんな努力してるのにね。そうやな。そうなの。お客さんに楽しい時間を提供するためには見た目にも気を使うし、気配りも大事にしなきゃいけないもん。楽しくお話しするためには普段からいろんな話題をチェックしておかなきゃいけないし、自分磨きも大変だよ。うん、五郎くんにそう言われるとなんか嬉しいな。今日はたくさん真面目な話しちゃったね。ちょっと疲れちゃったよ。まあね、でもこんなの全然私らしくないよね。反省だよ。そうやな。
確かにふわっとしてどこか抜けてて守ってあげたくなるような女ってのが私の持ち味だもんね。え？それじゃあ、はい、そうやな。そういや、そうだね、私が来たのってファイブスターがなくなってからだもんね。つい昨日のことみたいに思えるよ。今の気持ちはどうですか？それじゃあ、うむうむ、良い心がけじゃの。褒めて使わそう。まったく。私でよければ五郎くんの隣でずっとずっと頑張っていくからね。頼むわ。そうや、それが日に日に胸の痛みが強くなってくるの。今では家にいる時でもお店のこと考えただけで胸がチクチクする時もあるし、あ、行った行ったけど病院の先生もわかんないって。体はむしろ健康ですって言われちゃった。私もそう思う。でも私仕事大好きだからな。この店には好きなものしかないのにおかしいな。それじゃあ、うんうん、もちろんだよ。五郎くんはちゃんと仕事できてる。ムーンの月山さんと比べても遜色ないもん。月山さんはすごく競争心の激しい人で、実際悪いこともしてたけど仕事っぷりだけはすごかったんだよ。あ、ごめんね五郎くん、私もう五郎くんのところの女の子なのに月山さん褒めたりしたら気分悪いよね。
え？そっか、それならいいんだけど、よくないけど。なんや？いいけどよくないの。もう私だってよくわかんないよ。ん？でも真面目な話ね、五郎くんみたいな人、私とっても素敵だと思うよ。ほう。五郎くんはね、私のこと、みんなのことちゃんと本質を見てくれてるもん。優しくて真摯で真剣に女の子と接してくれる。そういうとこ、とっても素敵だなって思うよ。そういうとこだよね、コロウくんがみんなから慕われてるとこ。とっても。私だって慕ってるよ。
する？
Thank you.